先にここよやっぱ。Break it down, break it down. Break it down, break it down. こんにちは、アジンです。今回はクレーンゲームでゲットした鬼滅の刃グッズを開封していきたいと思います。大人気の鬼滅の刃の一番くじは完売売り切れ。数店舗回ったんですけど、もうね、外側に売り切れですって貼ってあって、中にね、行く前に結果が分かっちゃったみたいな、あ、ないんだみたいな、人気すぎないか鬼滅ということで、今回はこちらのセガやモーリーファンタジーでゲットしたクレーンゲーム景品を開封していきたいと思います。まず一つ目がこちらです。セガのクレーンゲームでゲットした何かに似てませんか。これ私が最近ね、引き損ねたあのくじに、鬼滅の刃の一番くじの A 賞とか B 賞ってフィギュアだったんですけど、もう A 賞とか B 賞が出終わると、 E 賞とかね、 F 賞とか下の方の賞って売れ残ってるじゃないですか。それすらもなく、店内に入ることもなく、完売しましたって、どんだけ人が来たんだということで、今回はセガのクレーンゲームの鬼滅の刃スーパープレミアムフィギュア、かまど炭治郎スーパープレミアム SPM って略してある、こちらを開封していきたいと思います。ちょっと似てるでしょ、なんとなくちょっと似てるでしょ。一応ね、これ公式のグッズっぽいですね。ちゃんとね、ここに入ってます。鬼舞辻無惨、かっこいい。周りに鬼もいますね、柱もいる。これなんか組み立てるっぽいですね。早速ちょっと開けたいと思います。さあ行きましょう。どんな感じかな。SPM スーパープレミアム、おお、まだわからない、どっから来る、おお、結構大きいのかな。いや、大きそうですねこれ。いやー、一番くじ回してみたかったな。一回750円だっけ、ちょっと高いなって思ったんですけど、どれが当たってもね、いいなって思って、一回は回したかったんですけど、完売なんて見たことないよ。当日に。だいたいね、ちょっと余ってるもんなんですけど、なかったー。ショック。大人気だね。あー、すごい。ねずこいるかな？開けていいのかな？開く？これ。開かない感じかな？ちょっとなんか、もげそう。やばい、ここもげそうだ。これ出ないですね、ねずこは。多分寝てます今、無理だわ。おお、これ日輪刀だ、炭治郎の日輪刀。ちょっと腕つきちょっとね、手首もついてますけど、これ日輪刀ですね。わあ、すごい、ちゃんと再現されてる模様とかね。おお、ここもちゃんとなってる、超ミニチュアだ。手首は取れないですね、手首付きの日輪刀です。これをこの台座に取り付けると、いや、すごいな。こうかな。あ、先にここくっつけといた方が良かったかな。ちょっとやりにくいですね。よし、よいしょ。おー、すごい、ちゃんと耳飾りもついてる、かっこいい。あ、やばいやばいやばい、手、ここだ、ここですね、ここ。よし、おー、かっこいい。ちょっと見えないな。で、これどうするんだろう。これは腰か、腰につけるところもしかしてある、これ、あれ、ちょっと待って、どうなってる。あー、ミスった、ミスった、違う、順番が違うぞ。先にここよやっぱ。ベルトの下の方、あー、ここか、こうだ。おー、こう刺してこうだね。おー、かっこいい。見えない、ちょっと正面から、このような感じです。かっこいい！こっち向いて。こんな感じです。おー！ちょっと回ってもらおうか。ライズアップ。ライズアップの BGM を頼む。ここでライズアップを頼む。かっこいい！まず一つ目がこちらの炭治郎の超じゃないな、スーパープレミアムフィギュアでした。続きましてこちらです。
かまど炭治郎の日輪刀です。やばい、さっきね超ミニチュアの手首付きの日輪刀だったんですけど、今回はちょっと大きい、子供くらいのサイズなのかな。これは本物の長さではないっぽいですね。ちょっとちっちゃめ。こんなすごいものが入ってんの、すごい。鑑賞用です、おもちゃではありませんとのことです。これもセガのプライズでゲットしてます。早速開けてみよう。いやーちょっとこれは期待だ。飾れるかな。水の呼吸をねちょっと私もマスターしなければ。ついに日輪刀を手に入れてしまう。オープン。さあ、おー結構どうですか、大きいですね。わーすごーい。どうでしょう、そんなに鋭くないんで大丈夫です。危なくないですね。おもちゃの感じかっこいい。長さがね映んないぐらい大きいですね。持つとねこんな感じです。結構長いですね。ここもさすがリアルに作られてる、こうなってますよね。うわーかっこいい。ちなみにねさっきの手首をちょっとお借りしますこんな感じですね。ちっちゃい。まさかね2本も今日日輪刀ゲットできるとは思いませんでした。これはね大切に飾りたいです。続きましてこちらです。こちらはモーリーファンタジーのクレーンゲームでゲットしました。これはね鬼滅の刃のプライズではないんですよ。多分ぽい感じなんだと思います。多分ね狙ってきたやつ。以前にもねガチャガチャで鬼滅っぽいものがあったんですよ。鬼滅の刃とは書いてない。でもねこれ結構もうほぼほぼ鬼滅意識してますよね、このロゴ。これで違うとはちょっと言えないと思うんだけど、狙ったでしょ。島村にもあったんですよね、大正モダンって書いてある捨ててこなんだけど、明らかに鬼滅の刃明らかにそれ鬼滅でしょっていうね捨ててこが売ってました。これねマスキングテープっぽいんですよ。一個ずつね開封していきたいと思います。超ちっちゃいクレーンゲームに入ってて一個ずつね取った感じです。意外とこれはね取りやすかったですよ。手でいけるかな。お、いけた。マステの量もね気になる。どのぐらい、スマホとかいろいろリメイクに使いたいんですけど、スマホケースとかなかなかこのカラーとかね模様ってないですよね。おー、まず1個目が炭治郎ですね。これ、あ、炭治郎じゃない、多分炭治郎っぽいマスキングテープだと思います。ちょっとでもこう破れやすいのかな。あーでもいいですね、これ何かねリメイクとか DIY に使いたいと思います。UV レジンもね綺麗に弾かず乗るといいなって思う。じゃあ続きましてこれいこう。こちらイグロさんっぽいマスキングテープですね。ぽいぽいやつ、似てるなイグロさんにね。いやこの感じなかなかないですよね。こんな感じです。おー何かやりたいな。これでもイグロさんとかねみつりちゃんをイメージした DIY やりたいです。続きましてどれいこうかな。これいきます。もう青と言ったらイノスケだかわいい。これめちゃくちゃかわいくないですか。イノシシがね走ってる、かわいいちょっと待って、微妙にこの足が違いますね。走ってる、イノシシ走ってます。ちょっとこれ出だしこうなっちゃうんだけどでもね素材はやっぱマスキングテープですね。これこんな感じです。メラメラしてる、円柱善逸です。あ、善逸っぽいマスキングテープですね。微妙にこれグラデーションが入ってるのかな。ちょっと色が違う感じ、違いますね。すごい、薄い黄色とかだんだんこのオレンジになってく感じがかわいい。多分あれかなおちゃんかみつりちゃんだと思うね。かなおちゃんかなぽいものとか、むいちろうくんぽいものもあったんですけど、そんなにねパッと見ちょっとなんかイメージ違うなと思ったので、それはねゲットしませんでした。これもね私ずっとこの模様のマスキングテープを探していて、赤モチーフのこの柄は持ってるんです、あったんですけど、このねピンクっていうのがどうしてもなくて、やっと出会えましたね。この柄のマステがねずっと欲しかったんですけど、
やっと来たよ。赤とかで、ね、緑とか他の色だったらいつものねマスキングテープのメーカーにあるんですけど、このピンクっていう柄がなかなかないっていうか見つからなかったですね。かわいい。まだね、ねずこちゃんのスマホケースとか作ったことがないので挑戦してみたいです。しのぶさんだぽいね。まあ、でも明らかにこの柄はしのぶさんだな。かわいい。私もね、以前しのぶさんのスマホケースは作ったことがあって、この模様に挑戦しているので、よかったら過去動画チェックしてみてください。いや、もうこの柄もね、なかなか普通にマスキングテープないですよね。こちら富岡さんっぽい、もうあの羽織の柄ですよね。いやー、これはね一番欲しかったんです。なかなかもうこの柄はないでしょうと思ったので、これね DIY に使ってみたいなと思ってゲットしました。あ、こうなってるんだ。こんな感じです。かわいい。ということで今回は一番くじはねゲットできなかったんですが、よっ、手がない、やばいやばい、どこ行った、やばい、日輪刀、日輪刀。鬼が来ちゃう、鬼が来ちゃう、やばい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 、全集中全集中。ということで今回はセガとモーリーファンタジーのクレーンゲームでこちらゲットしてきましたという開封動画でした。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の横にあるベルボタンをプッシュして全ての通知を受け取るにしていただくと最新動画の通知が届くようになります。サブチャンネルの方ではゲーム実況をしているのでぜひ遊びに来てください。